マルコ・パンテリッチは、ユーゴスラビア・ベオグラード出身の、元同国代表サッカー選手。ポジションは FW。1996年、レッドスター・ベオグラードのユースに在籍していた頃、父親の仕事のために、家族で、ギリシャへ引っ越すこととなる。14歳ながら、イラクリス、テッサロニキ FC とプロ契約を果たし、キャリアをスタートさせた。 イラクリスでは8試合に出場して4得点を上げている。17歳の時、パリ・サンジェルマンへと移籍を果たす。パリ・サンジェルマンでは、ライー、マルコシモーネ、レオナルドといったスター選手と肩を並べることとなった。わずか3試合のみの出場に終わり、1998から1999シーズンは、スイスのローザンヌへ、レンタル移籍をした。 ローザンヌでは21試合に出場して14得点を記録している。1999から2000シーズンからはスペインのセルタに移籍をし、翌シーズンから2年間はオーストリアのシュトゥルムグラーツでプレーをした。2002年夏、セルビアのスメデレボへ移籍をする。これにより母国のセルビアへ帰還することとなった。2004年1月、レッドスターベオグラードへ移籍。 レッドスターベオグラードでは1年半の在籍で54試合に出場して24得点を記録。2005年8月31日、移籍期限の最終日にドイツのヘルタ・ベルリンへ移籍を果たす。2005から2006シーズンは28試合に出場し11得点を挙げた。その後の2シーズンはそれぞれ14得点、13得点を記録しており、名実ともに。 ヘルタベルリンのエースストライカーであった。2008から09シーズン終了後にヘルタを退団し、2009年8月31日にアヤックスアムステルダムに加入した。アヤックスでもエース級の活躍を見せ25試合で16得点を記録したが、優勝には届かず1年で退団した。2010年8月20日、ギリシャのオリンピアコス FC に移籍した。 セルビア代表として2003年に初キャップを記録し 2010FIFA ワールドカップにも選出された。ありがとうございます。